なりたいチャンネルです。影の実力者になりたくて二次創作、王女を実力者に変えたくて、第5は旧早期今に至るまで10剣術大会なので拳での抵抗は禁止です。始めます。朗読を始めます。影の実力者になりたくて、王女を実力者に変えたくて、一生旧早期今に至るまで、まだまだ制御が甘い。いかがなる状況に陥ったとしても決して魔力制御を怠るな。たとえそれが息苦しくても、たとえ腕が千切れようとも、どんな状況下でも正確に制御できる己の魔力こそが自分にとって最後の武器になると理解するんだ。アレクシア、ミドガルが師匠ガイアス、クエストと出会ったのは雨の日だった。周囲から凡人の剣と蔑まれ、自身が持つ才能のなさにはがみしていたあの時に出会ってから、彼から習う魔力制御を常に取り組み続けてきた。勉学中、食事中、訓練中だけではない。一挙手一投足から一呼吸の時までも、さらには本来ならば体を休めるべく必要な就寝中の間であってもだ。アレクシアはガイアスに修行をつけてもらい始めてからというもの、魔力制御を怠ったことは一度もない。それができるようになって2年、そこからは常に全身に魔力を回す。ただ全身に巡らせるのではない。慣れるまでは死の手を煩わせたものの、一人で制御できるようになってからは常時全開で魔力を巡らせ続けるようになっていた。その過程でアレクシアは己の魔力を可視化させるにまで至る。この世界において魔力は体外に出てしまえば非常に無産しやすい性質だ。それを可視化させれるレベルにまで魔力制御が高められることは、それだけで自分の実力に箔をつけれる偉業であった。これは姉であるアイリスでもまだ成し得ないもの。王国内で魔力の可視化を見せようものなら、彼女の評価はその時点で一変。その年でそこまで魔力制御ができる振動だなどともてはやされていただろう。師匠、私魔力の可視化もできるようになりました。スライムもだいぶ動かせます。素晴らしい。いや本当にすごいな。だが彼女がその事実を伝えたのは死たるガイアスのみ。今さら周囲の評価を気にすることもないと考えが生まれていたこともあるが、彼にだけ知ってもらえればそれだけで自分の心が満たされる感覚に包まれるからだった。剣術自体の腕は評判通りではあったものの、それに関しては割り切っている。ガイアスは本当に剣才はなかった。互いに魔力で全身強化して手加減なしだというのに、アレクシアに全敗したことからその才のなさは察せるだろう。だがそれ以外のことは数えきれないぐらい教えてくれた。武術という概念、魔力制御と魔力量を増加させることができる知識、対象の魔力を確認する方法や誤認させる技術、精神的支柱として必要な考え方、脳内での思考を分割して別々に働かせる機能、庶民の一般的思考感覚という小さいことから組織運営に関わってくる大きなことまで、アレクシアはその数多くをガイアスから学び取り入れてきた。スライムを武器として問題なく扱えるようになってからは一層特訓は激化し、勉学中に居眠りをしてしまうなどのアクシデントも発生してしまった。だがそのおかげでアレクシアは学生になる前時点ですでに王国内最強の頂への挑戦権を手にしていたのである。しかしそこまでたどり着いてもアレクシアは剣術以外の実戦でガイアスに一度も勝てたことがなかった。魔力によるゴリ押しが基本のこの世界では、異質な技術による戦闘技法、魔力制御によるスライム武器の数々、そして彼が一番得意とするゴーレムも絡めた一個大体レベルの物量戦闘、そのどれもが現時点でのアレクシアでは届かない高みに存在した。その中で一度だけ見せてもらった彼の全力は、当時の彼女でも一切抵抗行動を取ることすら許されずに敗北するであろうと理解させた。上には上がいる。その事実が彼女を天狗にさせることはなかったのだ。生死でも彼女はきっかけ一つで己が進むべき道を選び抜き、
真のある意志と行動で活動を続けることで己の実力を高めていたのだ。そんな成長することに熱心な彼女を幼少期の挫折からすぐに手を差し伸べ、さらには理解と教育まで行うおせっかいの数々。それにより彼女の成長グラフは極めて高水準で伸び続けてるまでに至る。いずれ彼へ追いつくべく、誰にも周知させぬように修行と勉学に励み続けたのだ。その過程で姉であるアイリスとぶつかることもあったが、結果はここでは語らない。言えることはアレクシアにとってもアイリスにとっても非常に良い方の刺激があったということだけだ。その学び付けの状況がさらに好転したのはミドガル王国魔剣士学園に入る2年前のこと。アイリスが学園内でも最強の座を不動のものとして目まぐるしい活躍をしている時期に、アレクシアは当事者以外誰も知らない環境下で偉業を成し遂げたのである。お見事。それはガイアスによる免許改伝。最終試練に対してアレクシアは成し遂げた。はあはあ、ここまで成長するとは予想をはるかに上回ったよ。地面へ崩れ落ちるのはアレクシア。対するガイアスは息切れ一つ落とさずにその両足で立っている。第三者から見ればどう見ても勝者はガイアスだ。だが二人にとっては真逆だと認識していた。ポタ、ガイアスの方から落ちる一滴、それは最後の人たちでアレクシアにつけられた切り傷。治そうと思えば瞬きの間もなく治すことができる小さな、それがどちらが勝者かを明確に示していた。私があなたに。勝者は最初事態をうまく飲み込めていなかった。ただがむしゃらに目の前のことに全神経を注いでいたのだ。指が千切れようが腹に風穴ができようが、全てをさじだと切り捨てて事の対処に当たっていたのである。その通りだ、アレクシア、ミドガル、見事最終試練を達成できた。我ながら誇らしいよ。はっと気づけば彼の方に一つの傷。優しく抱きしめられたことでようやく現状を理解し、アレクシアは今まで我慢してきたものを全て洗い流すように僧帽から多くの涙を流す。最初期に抱いていた劣等感、特訓中どれだけ苦しくてもやめれなかった苦しみ、その中でもいつも自分をフォローしてくれた優しさ、そして最終試練を超えることができた達成感、さまざまな感情が混ざりながらも決して消えない満足感と喜びの感情が、その時だけアレクシアを王国の第二王女としてではなく一人の女性としてあるがままに思いを伝えることにゴーサインを出したのだ。涙を流す間にどんなことをガイアスに伝えたのかは思い出せない。情けないことや罵倒も言ったかもしれないし、恥ずかしいことも言ったかもしれない。彼はそれに返答や相槌を打ったりしてくれたことは分かった。両親からも愛情を注がれてきたアレクシアではあるが、今のぬくもり以上に己を満たしてくれるものを知らない。知る必要もなくなった。アレクシア自身が未来で完全に自覚することではあるが、それが自分を支え、目標にでき、誇り持てる最高のものだったからだ。落ち着いたかい？師匠、ありがとう。ここまで私を連れてきてくれて。それは違うな。俺はあくまで補助しただけ。ここまでできたのはアレクシア。紛れもない君の努力と実力だ。むしろ感謝するのはこちらの方だ。ありがとう、アレクシア。君の頑張りが俺にとっても最高の人生思い出の一つになった。互いのぬくもりを伝え合ってしばらく。ずっとこのままでは当然いけないがゆえに、アレクシアは名残惜しそうにガイアスから離れた。開始前にも伝えていたが、これにて最終試練は終了だ、アレクシア。今日から君は免許改伝とする。これからは俺の手から離れることになる。今まで教えてきたことを守り、自分なりに解釈を続け、そうして自分だけの成長を続けていくんだ。モリヤブ離れ、教えを守り、他の教えを取り入れ、自分だけの業となす。かつてあなたが教えてくれたことね。最初に聞いた時はどういう意味かわからなかったけど、感慨深いわ。
今の時点で守り派をすでに成した。あとは最も困難な離れ、これに関してはもう俺から行動することはできない。ただ初心を再確認したければいつでも頼ってくれ。ありがとう師匠。もうその言い方は正しくない。これからは同じ立場だ。これからもよろしくな。ええ、わかりますし、いいえ違うわね。わかったわ。でもこの恩は必ず返すわ。アレクシア、ミドガルの名にかけて、ね。これからもよろしくね、ガイアス。この経験があったからこそ、アレクシアはここまで成長し、自己を高め続けることができた。だが彼女自身理解している。今回で終わりなのではない。これでようやくスタートラインに立てたのだと。その後彼と別れた後自室で一人考えにふけて再び涙を流したのだった。この日を境に彼女はガイアスの元から離れた。だが今でもガイアスとの交流は続いている。むしろ好奇心が強いアレクシアは今まで以上に勉学と各種イベントに興味を持って行動を続けることになる。遠くない未来、彼女の行動力によってとある堀がどんどん埋められていくことにもつながっていくのだが、それを彼が理解した時は全てことが終わった時であった。10、剣術大会なので拳での抵抗は禁止です。シャドーガーデンとの初開講はつつがなく終了した。どことなく統括者であるアルファは疲れたような様子であったため、魔力補給が瞬時にできる栄養ドリンク自作を渡したが、冷静になって考えると市販品でもない自作品を渡すなんて逆に迷惑をかける行為だった。反省点である。協力関係を担うことには同意してくれたため、当初の目的は完了した。あとは待ち合わせ場所も伝えたため、分身ゴーレムとアレクシア王女は指定位置で待機し、教団の幹部候補であったゼノン・グリフィを渡すことができる。これによってディアボロス教団にもある程度ダメージを与えることができるだろう。だが教団はまだまだ根深く存在している。教団内でも派閥が分かれていることも把握はできているのだが、最近の襲撃でさらに闇の中に潜み始めたことでゴーレム情報網をもってしても情報が集めきれていない。とりあえず紅の騎士団に紛れ込んでいたネズミ駆除は完遂したため、鬱陶しいちょっかいをかけられることも今後は少なくなるだろう。ガイアスはディアボロス教団を潰す方針で動いてはいるが、他国で活動を続けている奴らのことまでは対象外だと割り切っている。それも今のところはであるが、ゴーレムを配備するにしても配置場所に漏れがあれば意味がない。王国内でも予定通り範囲を拡大できているとはいえど全域ではない。そのため他国にまで監視の目を向けるのはまだ実現不可能だという判断でもあった。ビジネスは割り切りと言われるが、これに関しても同じこと。風呂敷を広げすぎて畳み切れないのであれば無意味どころかマイナスなのである。あの出来事から少し時間が経過した。シャドーガーデンもあの時に教団の襲撃作戦を実施していたのだが、とある団員による攻撃範囲によっていくつかの建物が崩壊するなど少なくない被害が発生していた。一般人に被害は出ていないとはいえども、周囲に暮らす者たちからすればたまったものではない。関係者が全員死んでいることから、調査に当たった騎士団は当然別にテロ行為を行った組織があると考えており、より警備を厳重にしている。申し訳ないが彼ら騎士団一兵卒がシャドーガーデンの者たちにかなうなど一切思わないのだが、それは彼らをバカにしているのではない。七影とナンバーズ率いる構成員たちが強すぎるのだ。影の英知というシャドウが与えた知識をもとに訓練を積んでいるらしいのだが、それでここまで強くなれるのはアルファを筆頭とした幹部たちが非常に優秀だからであろう。剣術大会ねえ。だがそんな考えとは裏腹に、当然ながら時間は刻々と過ぎていく。ガイアスが手にして眺めるは王国魔剣士学園で開催される剣術大会。この結果で次第では年に一度の大規模大会である武神祭の出場も夢じゃない。故に本気で勝ち抜きに来る生徒や自分の実力を知るために挑戦しに来る生徒、
勝ち場に乗るべく裏で掛け事に励む生徒など学園内でも一大行事の一つである。興味あるの？そこまで。剣術なんて俺には縁がないことだしな。ほんともったいないわね。出たら優勝待ったなしでしょうに。剣術大会なのに素手で殴りがったらいろいろあかんでしょ。その姿を見たアレクシアはガイアスに問いかけながら当然のように横に座った。普段から見慣れているもののやはり美人だなぁとガイアスは思う。そんなガイアスは実力に関して言えばはるか上に位置する。そのため彼が出場できれば優勝待ったなしなのだが、当の本人はそんなつもりもない様子。武神祭に出場することは魔剣士たちにとっても名誉なことであり、就職関係でも己の力を示せるとあって熱心に取り組む者が多いことで有名だ。あなたは表立って目立つってこと嫌いそうだものね。目立ったっていいことはない。教団と戦っている以上情報をあえて見せるってこともいいけど、それ以上に巻き込まれる人が増えすぎるからな。ディアボロス教団、あのあとシャドーガーデンの人たちと会ってきたけど相当強いわよね彼女たち。姉様はともかく他の騎士団では手も足も出ないんじゃないかしら。アレクシアは先の一件でディアボロス教団とシャドーガーデン2つに関わりを持った。彼女自身が狙われる立場であったというのもある。だがシャドーガーデンとの関わりを持つことになったのはゼノン・グリフィを引き渡した時。ガーデン内でもゼノンの情報は渡っており、一般団員では苦戦するだろうと考えられていた様子。その男を倒したアレクシアに対してシャドーガーデンの教官が興味を持ったのである。その時は時間も時間であったため、ゼノンを受け渡してすぐに解散となったのだが、いつか手合わせをすることを約束していたので健穏な仲というわけではないので一安心であった。彼女たちは本気で教団と戦うために鍛え上げてきているからな。負けてられないな。アレクシアも当然、むしろ今まで知らなかった強者を知れて嬉しいまであるわ。私の全力がどこまで通じるのか考えただけでワクワクするもの。ほどほどにな。両手を軽く握って気合を入れるアレクシア。周囲に実力が拮抗しているものが極めて少ない彼女にとって、互いに高め合える仲間を知れて嬉しいのだろう。アイリス王女もその一人に入れるのだが、立場が立場なだけに手合わせの時間を作れるわけでもない。騎士団を率いているため、今回の一件での調査に忙しいだろう。この剣術大会、アレクシアはどうするんだ？武神祭はアイリス王女も騎士団側から出場することはほぼ確定しているんだろう。参加するのか？するつもりよ。ガイアスの疑問に良い表情で断言したアレクシア。彼女と姉であるアイリスは公の場で戦ったことは一度もない。互いに立場というものがあるが、武神祭という大きな行事ではその立場は反映されない。学生と騎士団の枠を活用して出場することができれば、王女たち2人の魔剣士が戦い合うこともできるだろう。映像技術がなく紙媒体と伝聞による娯楽が一般的なこの時代において、そんなビッグイベントがあれば一目見ようと感染者も多く訪れて地域活性化にもつながることだろう。地域が活性化すれば周囲が潤い、その結果国の負担も減る。真正面から否定する者たちは出ないと見た。ちなみに本気で戦うのか？さすがにある程度は抑えるわよ。生徒会長や姉様が一目置くクレアさんあたりはどうなるかはわからないけどね。まあそりゃそうか。彼女の言葉に納得するガイアス。彼女が言う生徒会長とクレアさん以外にアレクシアと切り結べる相手はパッと見た感じいなかった。学園にいるシド、影のシャドウであれば余裕で相手できるのだが、調べてみれば彼は影の実力者になるべく普段からモブ的、極力目立たずに生活を過ごす行動をとっている。そんな彼がこの学園大会で実力をさらけ出すことをするかと問われれば、ガイアスはそうは思わなかった。たとえ勝ったとしても優勝まではせずに2回戦や3回戦で接戦した後に敗退するように行動するだろう。そうでなければモブっぽくない。そんな理屈などない理由なのだが、
クレアさんとローズ会長もいい腕をしているからな。気を抜きすぎるなよ。そんなことしたらあなたの顔に泥を塗っちゃうじゃない。でも心配してくれてありがとう。せっかくなら見に来てくれると嬉しいわ。見に行くしかねえよな。暇してる際美人さんに誘われて断るやついる？いねえよな。いや普通に断る人もいるかもだが、今はそれは置いておく。アレクシアはすでに独り立ちした身とはいえども教え子だ。その事実は当然知られていないが、師匠であった者として観戦の誘いを断るなどできやしまいて。ほんと、絶対よ。ちゃんと会場に着いたら教えてよね。返答がそんなに嬉しかったのか、アレクシアはいつもよりも声のトーンが高い。これから用事があるのか、その後すぐに席を立ってしまったことで再び一人に戻る。ふっ、普段気構える王女が心を許す相手にしか行わない言動。実に素晴らしい。アレクシア王女の素晴らしいムーブに満足感を得つつ、再度考えにふける。先ほど話に出ていた実力を認められている生徒は2人。ローズ、オリアナとクレア、影の王だ。ローズ、オリアナ。芸術の国と称されるほどに芸術関係が盛んな王国であり、ミドガル王国と同盟を結んでいるオリアナ王国の王女だ。ミドガル王国へ留学に来ており、この学園でも生徒会長を務めるほどに勤勉で秀才なだけでなく、今現在の学園最強の魔剣士とまで言われている実力者だ。金髪ロールでありながら、どこぞのお嬢様キャラのようなおおほほほなどの言動は一切なく、誰にでも丁寧に接しているのは非常に好感度が高い。王女つながりなこともあって、アレクシアとも仲が良くなっており、今回の剣術大会においても意気投合しているとか。学園最強とまで言われているゆえに、今回の大会でも優勝候補筆頭だ。戦うのは野蛮だみたいな風潮がオリアナ王国にはあるらしいが、独学で鍛え上げただけでミッドガル学園の最強に至れるその際は本物だろう。実に素晴らしい逸材だ。関わりがあれば彼女のレベルも上げたかった。機会に恵まれないので今はできないのだが。クレア、影の王。シド、影の王シャドウの実施であり、ブラコンバーサーカー。シドのことを完全に庇護対象として見ているのか、彼に対する言動が強烈な印象だ。確かあなたを思って言っているのよみたいなことを相手の首を絞めながら話していたところを確認したときは、さすがにやべえやつ認定せざるを得なかった。重たい女である。だが実力は確かで、魔力制御や剣術の向上に余念がない。体さばきもシドの動きを見よう見まねだとしても学んでいる節がある。アイリス王女が彼女に対して一目置いていることもあって、すでに紅の騎士団へのスカウトも言っていることも聞いていた。他の剣士と同じものだと考えていると、不意に不意をついて一撃必殺を狙ってくるような圧を感じた。アレクシアほどの使い手であっても、気を抜いて勝てるほど甘い相手ではないだろう。どちらも今後の世代を担う貴重な人材。今後も切磋琢磨して良き成長へ向かってほしいものである。センサーに反応か。そこでゴーレム砲やミニネズミの反応、それも人数をある程度導入している様子だ。何やら運び込もうとしているので、それを用いてよからぬことでもやらかそうとしているのだろう。さっさっと潰して悪化する前に対処するか。机に両腕をついて目を閉じる。厄介事を起こす前に要因を排除すべく、そのままゴーレム操作に集中するのであった。二次創作、王女を実力者に変えたくて、次回は第6話、11、計りごとに根回しは必須、12、確信で書けたらそれは賭け事と言えるのか、高評価、チャンネル登録、お願いします。